はい、ネギシコです。おはようございます。ということで、本日はね、ビジネス対談セミナーということで。よし、行きますか。結婚してもスピーチを。おめでとうございます。大丈夫ですか YouTube もちろんです。あ、よかった。どうもお待たせしました、ネギシコチャンネルの皆様、ポジティブスバッタハリカイです。ポジティブ足りてますか。すごい、もうよろしくお願いします。いや、今日ですね、ネギシコ社長のすごい力でなんと約100名満員御礼ですよ。へー、さすが。当日も来たいって人結構すごい、すごい。やっぱ群馬といえばね、ネギシコ社長です。緊張します。もう緊張で朝からトイレから抜けられなかった。もうずっと上と上からと下からと、もう今もう震えてる。すごい。どうしてで緊張してる？緊張してないんですけど、その正解がわからない。講演会したことあるもん。もちろんないでしょ。もちろん気持ちの中でしょ。今日は自分がやるぞって言ってる。あ、メインで。はい。何話すの？今日はショットの正解について。カイさんすごい派手ですね。まあ、全然ないじゃない。ピンクに合おうと。ありがとうございます。それでは皆様お待たせいたしました。講師の皆さんが登場しましたので、まずは一人ずつ入場していただきたいと思います。まずはお一人目、南尾正樹さん入場です。よろしくお願いします。ハルキカイさん登場します。ネギシコちゃん、よろしくお願いします。そのお仕事を始めるきっかけに至ったのは何だったんでしょうね。14歳ぐらいから仕事してるんですよ。年ごまかしてめっちゃバイトやったんですよね。ラブホテルの清掃員とか、引っ越し屋だったりとか、祭りの天気やプールの監視とか、もう本当に多分15個ぐらいだったんですけど、とにかく仕事が続かなくてやばいなって、俺これどうするんだろう将来と思った時に、もう自分でやるしかないと。それで18の終わりぐらいの時に、飲食店やられた人がもうお店を閉めたいと、まあ赤字で誰か買う人いないか、50万ぐらいで言うて言ったんだけど、まあちょっと顔じゃないんですよね、やっぱりね。売れるキャバ嬢ってもちろん美意識が高かったりとか向上心もあるんだけど、例えばじゃあ女の子が誕生日とかでイベントやったりするじゃないですか、バースデーイベントとか。でそうするとバースデーイベントのために女の子が必死になるんですよね。まあ、それも2、3ヶ月前とかから、まあ、ちょっと急なんですけども、お金必死になってお客さんと連絡をここに普段より多く LINE を返してみたり、普段しないのに電話をしてみたり、お客さんに来てねって営業かけてみたりと。売れない子はね、そこで終わりなんですよ。一番大事なのって終わった後なんですよ。来てくれた人たちのことをしっかり覚えて、その人たちの誕生日とかもしっかり把握して、その人たちが何が好きなのか、誕生日おめでとうって言ってあげる一言とかが大事だと思うんだけど、これがね、できないのに、ね、自分の時ばっかり一生懸命です、ほとんどの。自分が何かしてもらう時に一生懸命で、売れる子っていうのはその逆で、人に一生懸命なんですよね。やっぱりね、そういうことって、もうしなくていい人ほどやってるんですよ。もう上場企業の社長とか、そういう人たちの方が人に尽くしてるし、人に真似、もうそんなことする必要ないの。これは売れるキャバ嬢のやっぱり見た目じゃないですよね。本当にお客さんのこととかをしっかり覚えて、で、これキャバクラあるあるなんですけど、まあ売れてること、まあちょこっとしないとっていうか、中途半端なぶら下がりに飛んでます、私は。ぶら下がりキャバ嬢がいたとしたら、ぶら下がりの方が店に文句がすごいです。送迎もあるとか、あれ買ってきてとか、はい、ここに言ったよねみたいな。ありますね。俺ね、それ聞くたびにいつもね、本人たちが言うんですけどね、お前どのくさらされてるってんのって。お前なに自分の実績残してから言ってくれる。やっぱ売れる子って頭いいから、店の運営側とかも味方につけるわけですよ。ボーイさんとか店長とかつけ回しに気に入られてたら、いいお客さんが来た時に、あの子いつも頑張ってくれてるし、いつもお店のこと考えてくれてるから、この子つけてあげようってなるじゃないですか。本当ですね。まだね、それが分かんないですよね。本当売れてない、売れてない。心のブスだから、心のブスなキャバ嬢とかの方がやっぱり文句言いますね。送迎まだとかいうやつは本当大体売れない。中途半端で全く取んないじゃないですか。そうやってちょこっと取ってくるんですよ。で、私いないと困るでしょと思ってるんですよ。全く困らないの。全然違う。全然違う。
ってもう一度ゼロから頑張ろうっていうので、その時から、世の中、今全部自分の人生の中で一番ワクワクする人物が僕は根岸浩二。はい、チーズ。はい、いい曲、ありがとうございました。ということでね、本当に、まあ、貴重な体験をさせていただきましたよ。なんかすごい楽しかったです。いや、カイサロンメンバーね、含め、ナオさん、ハルキカイ君、本当にありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。鼻までいつも上げる側ですもんね。上げる側だもん。いつもね、なんかちょっとドキッとしたよ。初めて見たかも。初めて見て。初めてだよね、バーッ。いや、本当にね、楽しかった。カイ君に感謝だね。カイ君、今日ありがとうございました、本当に。めちゃくちゃ。ありがとう。最高でした。最高な講演会でした。感謝です。いやー、マジで面白かった。いや、俺も面白かった。いやトーク力がやっぱね。ありました。いや、ありますし、やっぱキャラ立ちがいいっすね。あー、いやすごい良かった。ちゃんとスパルタとしてね。確かに多少やっぱり。確かに。いや、いいっすね。かぶらないっすね。かぶんないっすか。かぶらない。また呼んでくださいね。いや、ぜひお願いします。ありがとうございます。ありまくります。またちょっとあの、群馬以外とかも来てほしいっすね、うん、大阪とか、うん、ぜひ、うん、大阪とか絶対。俺 YouTube の登録者大阪多いっすか。おー、いい。じゃあ次大阪へんね。さよちゃん、ネギシコ社長、今度大阪に来てもらいましょう。もうぜひ大阪ゲストで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しかった。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。お腹すいたね。この後。はい。いや、緊張してて全然何も話せなかった。ちょこちょこすごい睨んでくるか笑ってくるやん。人目ありますよね。ずっと睨んでる。いけすかね、そらしてるな。良かったですね、今日は。やっぱこう、社長の本音、本音。いや、めちゃめちゃ良かったですよ。本当は？はい？なんですか？本当は？多分3日ぐらいで忘れます。勝つで、本当に。